ドッグトレーナー犬訓練士を目指すにはどこの学校に入ればいいのか悩んでるあなたへ。知らないとトップクラスのドッグトレーナー犬訓練士になるのに5年から10年以上かかるのも事実です。知らないとやばいわ。詳しく解説します。この動画を最後までご視聴していただけたら間違いなく最短最速でトップクラスのドッグトレーナー犬訓練士を目指せます。さらに特別なプレゼントももらえます。犬が好き、動物が好き、それを仕事にしたい、犬の仕事でプロになりたい、一生の特技や資格が欲しい、そんな方に向いているお話です。犬の訓練士学校は様々なものがあります。案外知られてない事実、学校によって取れる資格のレベルが違います。うっそ。また学校でできる経験がどのようなものなのか、それをよく考えないと卒業後大変になります。知らないとやばいわ。ドッグトレーナー犬訓練士になるにはどうするのが一番良い方法か知りたい。たくさんある学校の中からどこを選べば良いかわからない。学校によっての違いがわからない。どんな授業をするのかの違いが知りたい。他校との卒業してからの違いが知りたい。など思っているなら、このまま動画を視聴してください。本気で一流のドッグトレーナー、犬訓練士を目指すなら、最短最速2年間でトップクラスの資格が3つ取れる学校があります。それは、日本で唯一可能な学校が、日本訓練士養成学校です。圧倒的な歴史と実績、日本訓練士養成学校の母体である株式会社オールドックセンターは歴史は古く、訓練所を開設したのは50年以上前の昭和39年、日本が終戦から立ち直り高度成長期になった頃、そして昭和54年日本訓練士養成学校がスタートしています。40年にわたって日本全国から入学者が集まり、ドッグトレーナーを多数輩出してきました。全国にたくさんの一流ドッグトレーナー犬訓練士を輩出してきた学校です。実績はたくさんありますが、直近では最年少世界大会出場、日本代表となった卒業生や青森県や埼玉県での県内最年少嘱託警察犬指導手合格者を生みました。今また世界を目指す卒業生たち、災害救助犬訓練士や水難救助犬訓練士、聴導犬訓練士など専門性の高いキャリアを形成する卒業生たちがたくさんいます。注意、知らないと大切な時間とお金を損する事実。日本全国から、知らなかったから他校を卒業してから日本訓練士養成学校にもう一度入学するという方が本当に多いので気をつけてください。本当に気をつけるんだワン。これからご紹介する学校で指導していただける藤井聡先生は、テレビやメディアなどではカリスマ訓練士と言われています。実績1992、93、96、97、98、2000年度WSV ドイツシェパード犬世界連盟主催訓練世界選手権大会に日本代表選手として出場。98年度は PD 本部より日本代表チームのキャプテンを任命され、個人では第8位に入賞、団体では第3位に入賞の成績を残す。1994-95年度の FCI 国際地区犬連盟主催訓練世界選手権大会に日本代表者として出場。たくさんの本の執筆や NHK から民放まで多数テレビ出演もしています。それではカリスマ訓練士藤井聡先生の登場だわー。あなたが本格的なドッグトレーナー犬訓練士を目指すなら、日本訓練士養成学校に問い合わせをして無料見学に来てください。あなたが疑問に思うこと、悩んでること、すべて直接お答えいたします。お一人お一人丁寧にお伝えしますので、予約先着50名様までになっています。ホームページから電話でもメールでもお好きな方でお問い合わせお待ちしております。準備はいいかな。レディーゴー。さらにこの動画を視聴した人限定に、無料見学に参加した人には藤井先生から特別なプレゼントも用意してお渡ししますので、動画を視聴したことをお伝えください。最後までご視聴本当にありがとうございましたワン。
動画の内容がためになったと思ったら、いいねボタンとコメントください。ワン。詳しい内容は概要欄に貼ってあるワン。おまけにチャンネル登録してくれたら嬉しいワン。